筑波未来市矢板に勇気300国記念館があります。市の文化財で江戸時代の農家がそのままの形で保存されています。勇気家は江戸時代初めにこの地に入り、その後代々村の養殖を務めました。母屋を中心にいろいろな蔵があり、生活用品や農具が保存されています。機織り機があり、時々実演があるとのことです。屋敷林がありいろいろな花や木が植えられてあります。裏に回ってみましょう。